朝のご挨拶 B です。拝んで植えたのはちょっと微妙ですね。ついてないか枯れてるかですね。これ佐藤さんに言ってやっぱりみんながねもっと楽しめるようにしたいと思います。子どもたちのねあの体験農園でもいいんで、さすがにこれはあの埋めるっていうのは祖母が許さんと思いますんで、ギトギトにされたら怖いですからね。まあこんなこと言うと祖母はよほど恐ろしい人だったというふうに、そうじゃないんですよね、すっごく愛情の深い人で、若い頃は神戸にあの丁稚っていうか、あの頃なんて言うんですかね、あのこの言葉は言っちゃいけないんで、なんとか暴行に出されてるんですよね。非常にハイカラな人でもありましたね。でかくて目が銀色で、目が銀色の人ってあんまり見たことないですもんね。ちょっとあの独特の風貌の人でしたね。綺麗ではあったけど、まあ綺麗さ、綺麗と思う人よりか強いって思う人の方が多かったと思いますね。95で亡くなりました。さて、あの立憲民主党に旗はなかったとかね言ってる人がいるけど、とんでもないです。新しい立憲は人権の政党としてやったんですよ。しかもそれやってて、今日も仲間があの旗を立てながら、落選した仲間も街頭演説やってますけど、本当になんていうかな、一部のあの左翼的総括っていうのは百害あって一利なし、敗軍の将兵を語らずっていうけど、あの野党共闘でここまでよく行ったんですよ。そして最後のところは弱かったの経済政策ですよ。あのまだ一部緊縮が入ってて、最後あのマニフェストのところでコロナが収まったからとか減税とか言ってるから変な風になるんですよ。あのその辺はね、総括のし場所が違ってんじゃないかっていうのは、早くね総務会を作って、そしてガバナンスをあの水平飛行できるようにしなきゃいけませんね。人材はもう本当にびっくりするぐらいいい人材が集まってるわけですから、あとはそれをちゃんと活かせるかというところですね。そこを頑張らないと。人権の政党って本当に貴重ですよ。そして野党全体をまとめて新自由主義、キリ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 切り裂くようなね、そういう状況から変えていけばいいんですよ。それ変えるだけの力と議席を持ってるわけですから、あの頑張らんといかんですね。立憲でね緊縮を言ってる人ってそんないないんですよ。あの確かにね、だって代表が違うでしょ。だからあの自分の考え通りの政策を政調会長もやってたわけだから、まっすぐやらいいんですよ。で今度ね藤井聡さんと対談するんで、思いっきり出しゃいいんです。あの4人戦ったから4人を
ちゃんと配置するっていう、まあ仲間だからね、それも大事でしょうけど、それで自分の色が彼を選んだのはなぜなのかっていうことをね、よく考えてやれば、おのずと道は開けると思いますよ。他の人を選んでないわけですからね、みんなが仲良くやることと政策のエッジを立てることは両立するわけですから、頑張らないといかんと思いますね。それとなんとこの検査なしっていうのは米軍のですね、去年の9月に日本政府に伝えてたと。まあ本当に、そして今日は何ですか、その責任の所在を明らかにすることはためにならないとか、誰かとかアメリカの関係者の人が言ってんですかね。そのまま翻訳して本国に送るぞ、本当に開き直るなって。でこの感染の拡大はやっぱり検査をせずに、それ米兵にとっても良くないでしょう。どうしてそんなことするのかな。なんかもう日本植民地と間違ってんじゃないかって思うんですよね。まあ開き直るなっていうと、昨日のあのあれも総理総理と私は言いません。はあ、総理お疲れのようですから、しばらく立憲のことを言いますから、その間 お休みください。どこまで長いもんに巻かれてりゃいいんだと。辻元君が総理総理って言ったのは、総理を指名しても他の閣僚に答弁を譲っちゃって出てこないからでしょう。なんていうかな、強いものにこうおもねって、そして、後ろからもみ出しながら少し弱いと見りゃそっちの方を叩くって、そういうの大っ嫌いなんですよね。まあ足立議員はね、私個人的には彼嫌いじゃないんですよ。ああいうなんていうかな、ガンガンに戦うでわざとやってるとこあるから、人間として見ると、いやひどいこといっぱい言ってますよ、だけど好き嫌いかで言うと、好きになれるところがあるって言った方がいいでしょうね。好きに最初病気して戻ってきて見た時に、まあヘイトのようなことを言う議員がいっぱい増えてて、なんじゃこらって思いましたけど、だいぶ中は変わってきましたよね。変わってきましたよ、平準化してきた。だけどあんな風に私は総理総理と言いませんって、自民党鼻で笑ってますよ。後ろでつながってたその安倍政権と菅政権と今度は違いますからね。また後ろでつながりたいんですかね、本当にね。まあ私の場合なんていうかな、キャパが広すぎんじゃねえかって、というのはやっぱり自分自身の欠点の方がよく見えるんでですね、人様はもうちょっといいところを見て、さっき申し上げましたけど渡る責任は鬼ばかりっていうふうに感じずに、渡る世間に鬼はなしっていうふうに考えながらやってるんですよね。で今日も水島さんのツイートを見てやっぱりホッとするのは、恐れを取り除くで誰か一人を嫌えるとですね、罪を憎んで人を憎まずっていうけど、一人を排除すると世間の半分をなくしたのと同じなんですよね。まあそういう大嫌いなおもねる人たちも変わってもらったらいいんですよね。変わって逆に変わってもらわなきゃ、国会議員として選ばれてきてるわけですからね。まあだけど本当に昨日の質問の中でも、この男こんなこと言うんだっていう質問も、この男って言ったらいかんですね、この代議士こんなこと言うんだっていう質問もありましたね。
いや普通に友達だと付き合ってて、ああいうところにこう人間の本質みたいのが出てくるっていうのがありますよね。で、持続化給付金の支給されない人たちのことをずっとやってましたけど、もう今回の、ね、支援金8分の1もうほんとひどいですよね。で、PCR もできるだけ広げないようにしてると、だんだんそういうのが内側からこう外に分かってきましたよね。で、もう今開き直ってですね、コロナ終わりにできないから5類相当にするという人までいて、じゃあ5類にして なんか変わるんですかとね、どこがどう変わるんですかと、いいことあるんですかと、インフルエンザ先生が書いてましたけど、その通りだなって思いますね。今日の太陽は鈍いですね。これ雲の向こう側、ほんと寒い一日ですけど、中国にもアメリカにも本当に言うべきことはちゃんと言ってこそいい関係が保てるでしょう。まあこのウクライナの状況を見ても、バイデン政権の真下についてるだけじゃですね、とんでもない失敗になるんじゃないかって友達が言ってましたけど、よく見た方がいいですよ。まあそこは公人なんで、どこまで言えるか分かんないですけど、少し話をしてみたいと思います。さて、お申し越しのですね、市民、共同ヒアリング、これも今企画をしてます。で、あさってまた大きな講演があるんで、今その資料を作りながら予算委員会をモニターしてますが、まあ、ぜひ皆さん応援をしてあげてください。じゃあ良い一日を。さっき白だったんで、この350円のミニバラで。ではご機嫌。これ元気だな、350円、スーパーリースサムより安いんだもんね。ファイト、頑張りましょう。どうぞ良い一日を。ごきげんよう。ありがとうございました。ね、綺麗なもの見るとコスパむちゃくちゃいいですよね。350円、本当？いや本当ですもんね。そうじゃなくて買わないもんね。では良い一日を。